グリコシルカは、タンパク質もしくは脂質へ糖類が付加する反応である。糖査孵化とも言う。この反応は、細胞膜の合成や、タンパク質分泌における、翻訳語就職の重要な過程の一つであり、こういった合成の大部分は、粗面症放題で行われる。グリコシルカは、非酵素的透過反応である、メーラード反応とは、対照的に酵素によって管理されている。 グリコシルカには N 結合型グリコシルカと O 結合型グリコシルカの2つのタイプが存在する。アスパラギン即座のアミドの N 原子への負荷は N 結合型グリコシルカ、セリンとトレオニン即座のヒドロキシモトの O 原子への負荷は O 結合型グリコシルカである。多糖類さは様々な機能を標的のタンパク質へ結びつける。例えば、 いくつかのタンパク質は最初にグリコシル化されない限り正確に折りたたまれない。また、多糖類がアスパラギンのアミドに結合されることによってタンパク質に安定性を与え、いくつかの糖タンパク質を分泌する。実験では、グリコシル化は適切な折りたたみの厳格な必要条件ではないが、グリコシル化しないタンパク質は敏速に退化することが証明されている。 グリコシルカは細胞間の接着のような役割も持つ。グリコシルカには様々な機構があるが、すべては次のような特徴的な共通点がある。ドリコールの構造。N イコール15から 19N、結合型グリコシルカの14等差の線具体の骨格。ドルはドリコール、P はリン酸、大体は N、アセチルグルコサミン、黒はマンノース、青はグルコース。 N 結合型グリコシルカは、新核生物のタンパク質のいくつかの折り重ねにとって重要である。N 結合型グリコシルカの過程は、新核生物と広範囲の古細菌で起こるが、ごく稀にバクテリアでも起こる。N 結合型タンパク質搭載において、14搭載のング体は、標的タンパク質のポリペプチドさのアスパラギンへ付加される。この栓具体の構造は、 一般的な真核生物では3分子のグルコース、9分子のマンノース、2分子の N、アセチルグルコサミンを含む。この複合体はキャリアー分子であるドリコールリン酸に結合してポリペプチドさの適した位置へ運搬される。N、結合型糖鎖には主に高マンノース型糖鎖と複合型糖鎖の2種のタイプがある。タンパク質は 異なる部分で両方の方の繰り越しル化ができる。糖砂が高慢の姿型糖砂か複合型糖砂かどうかはゴルジ体の糖タンパク質に影響を受けやすいため、それに依存すると考えられている。オリゴ糖砂はオリゴ糖ト,トランスフェラーゼによってトリペプチド配列が ASNX セールまたは ASNXTHR のアスパラギン残機に結合される。 この配列は、シークオン配列として知られる。結合後、一度タンパク質は正確に折りたたまれ、三つの、グルコース残機は、鎖から除去され、タンパク質は、小胞体から運び出される。糖タンパク質は、このように作られ、余分な万能ス残機を除去する、ゴルジからが輸送される。しかし、グリコシルカはそれ自身タンパク質を標的へ正確に、 輸送するために必要なものであると考えない人もいる。クリコシル化を抑制する薬品、または突然変異によって、血管を持ったクリコシル化酵素の研究では、通常のものとは異なった構造のタンパク質が生じたが、これは細胞の生育能力を著しく妨げるとは考えられていない。十分に成長した高万能姿倒査は5から9、分子の万能素残器を含んでいる。 さらに、マンノース残機が除去され、3分子のマンノースと2分子の N、アセチルグルコサミン残機を含む、核構造へ誘導し、ガラクトース、N、アセチルグルコサミン、N、アセチルガラクトサミン、フコースそしてシアル酸で延長されると、複合型動作となる。ON、アセチルガラクトサミン UDPN、アセチル D、ガラクトサミン O、結合型グリコシル化は、 タンパク質処理の間の後期段階にゴルジカラダで起こる。これは UDPN アセチル D、ガラクトサミン、ポリペプチド N アシルガラクトサミニルトランスフェラーゼによるセリン、またはトレオニン残基への N アセチルガラクトサミンの付加反応で他の炭水化物がその次に続く。この過程は、はじめにヒグリコシル化されたプロテオグリ感覚タンパク質への グリコサミノグリカンサの負荷を必然的に含むプロテオグリカンのようなタンパク質の方にとって重要である。それらの負荷は通常はセリオー等タンパク質で、それは二つの主な機能のうち一つの機能を持つと考えられている。一つの機能は細胞外マトリックスの構成を形成するための分泌作用で必然的に含みプロテオグリカンの大きな糖の複合体間の 相互作用で細胞同士を付着させる。その他の機能は粘膜の分泌作用を構成する動作で、それは炭水化物が高濃度になったもので、ネバネバとした粘液を与える。血中で循環する、タンパク質は、イムのグロブリン A とイムのグロブリン D の2つの、抗体と C1 インヒビターの例外を除いて正常に、オーグリコシル化はしない。オーフコースオーフコースは、 ノッチタンパク質の EGF 様反復配列のコンセンサス配列が引く C2XXGGSTC3 体の場所に付加する。C2 と C3 はそれぞれ2番目と3番目に保存されたシステインで G はグリシン ST は O フコースが結合するセリントレオニン X は任意のアミノ酸である。この反応は GDP フコスタンパク質を フコシルトランスフェラーゼ1及び GDP、フコースタンパク質 O フコシルトランスフェラーゼ2の2つの酵素で行われる。オーフコースには順番に N、アセチルグルコサミン、ガラクトース、シアル酸の3つの担当が結合し、トロンボスポンジン反復配列ではグルコースが1つ付加する。2種類のフコシルトランスフェラーゼは、 小胞体に配置されており、グリコシルトランスフェラーゼはゴルジ体に配置されている。オーグルコースオーグルコースは、ノッチタンパク質の EGF 様反復配列のコンセンサス配列が低く、C1XSXPC2 体の場所に付加する。C1 と C2 は、それぞれ1番目と2番目に保存されたシステインで、S はオーグルコースが付加するセリン、P はプロリン、 X は、任意のアミノ酸である。また、O グルコースには、α1、酸結合で1から2個のキシロースが結合している。ON、アセチルグルコサミン O グレクナックは、O、グレクナックトランスフェラーゼによってセリン、またはトレオニンへ付加される。O グレクナックは、セリンとトレオニンに生じるが、同時にセリン、トレオニンにはリン酸化も起こる。つまり、もしセリン、 トレオニンにリン酸化が起こると、オーグレクナック就職は生じず、逆にオーグレクナックが現れるとリン酸化は起こらない。リン酸化とオーグレクナックは、喫光関係にあると言える。これはリン酸化、脱リン酸化が細胞内シグナルの調節になるため、自然科学上のパラダイムとなる非常に重要な発見である。現在、ガンの調査がリン酸化に焦点を向けられ研究が進められている。 また、オーグレクナックの負荷と除去は、糖尿病の発症において重要な調整機構である。グリコシルカの特殊構造は GPI アンカーという。グリコシルカのこの構造にはグリカンを介在にして、素水性の脂質をタンパク質につなぎ止める働きを持つ。マンノースはトロンボスポンジンタンパク質のトリプトファン残基へ負荷する。糖が窒素、または 酸素のような反応しやすい原子ではなく、炭素へ結合し、アスパラギン、セリン、トレオニンではなく、トリプトファン残基に結合するためこれは、例外的な就職である。ありがとうございます。